いよいよご当地からのプレゼン。村を代表して選ばれた審査員は15名。果たしてどんなプレゼンが行われるのか。それではプレゼンの方お願いします。はい、お願いします。まずは三つ竹チームから。この度はご集まりいただきありがとうございます。早速じゃあ、まず見ていただきたいなと思います。こちらです。こちらが三つ竹チーム考案のご当地キャラ、行者杉をモチーフにしたデザイン。名前はですね、トホジーと言います。トホジー、イメージとなっているのが、行者杉ですね。はい、その手に右手に持っているステッキは、はい、どういうことができるんですか。これはですね、そうですね、まあ貫禄を出すために、そうですね、仙人っぽくしてます。トホジーの足がちょっと水色なのが気になるんですけど、はいはい、あ、意味があるんですか、それは。これはですね、一応ズボンと、まあ、洋服とズボンなんですけど、顔を表してるとかそういうわけではないんですね。皮を表してるわけではないんですけど、清らかな清流を表してるんだろ。そうです。続いてマークチームのプレゼン。早速なんですが、僕たちが考えたキャラクターは発表します。こちらです。もともとは鳥をイメージしていたデザインが、東峰村の良さがたっぷり詰まった可愛いホタルに仕上がりました。お腹には東峰村の尊称、頭には小石原焼と棚田が施されている。このキャラクターの名前はトホッピーと言います。はい、この東峰村の頭文字のトとホタルの方、そしてホタルのピカッと光る、そのピカオのピを取ってトホッピーという音に、はい、名前しました。はい、お尻の部分光るので、はい、真ん中の方を押せば光るキーホルダーとか、ペンの一番上にこう何か押せば光るようなものとか。なかなかのプレゼンを見せるマーク。しかし村長さんのこの一言で流れが変わる。ちょっと意義があるのは、パンダに似てるわね。そうなんだ。パンダ。ちょっと足りめになってる感じですね。なんか一応可愛くするために。そうですね。ちょっと足りめに。説明されればホタルと分かるんですけど、パッと見最初見てホタルと分かる人がいるかな。なるほど。ちょっとハチにも見える。そうですね。はい。ちょっとお尻のこうピヨンと飛び出た具合が、でホタル頭そんな大きくないです。マスコットキャラクターなんで、はい、そうですね、頭小顔なのもちょっとどうかなちょっとなんか東峰村の人は尊称は分かるんやけど、よその人はどうなんだろうね。まあだけど、そこに、そういうデザインを持ってきたっていうのは、さすがマークやなと思ってたよりも反応は良かったんですね。ツッコミがすごい。ツッコミがすごいですね。蜂に見えるって言われたら、まあ、ね、ショックだよね。ホタルなんだけど。果たしてどちらかのデザインが選ばれるのか、それとも全くの不採用になってしまうのか。慎重に審議をいたしまして、どちらかに選ばせていただきました。うおどっちか。マジか。マジっすか。東峰村のキャラクターに選ばれたのはこちらです。うおただし、もう少し改良の余地があります。プレゼンで指摘された蜂やパンダに見えてしまうところなど、問題点を修正できれば正式に東峰村のご当地キャラとして採用していただけることに。
そして今回は東峰村からのご褒美があるという。自慢の棚玉を送ります。おー、マジっすか。もらっていいですかね、僕で。今回決定までには至らなかったが、結果は後日お伝えします。天神アクターはこれからも東峰村を応援します。天神アクターのさらなる知名度アップを図るべく、全国で展開するドン・キホーテとのコラボ商品の開発ができないか。この日メンバーによる企画会議が行われた。10人いるから10人の個性が出るようなものもいい。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、トイレットペーパー、絶対トイレットペーパー、トイレットペーパー、テレビアクターの顔がいっぱいこうバーで、それで行くわけやろ。こうなってる、まぼしくんで。後日ドン・キホーテ九州支社へ突撃訪問。果たしてコラボすることはできるのか。なんかイメージはあるんですか。ボディミストとか、コスメ系とかもいいな。コスメは非常に売れてますからね。これは好感触か。メンバー10人いるんで、それぞれの個性が出たシューズとか、海も飲料にかけて、なんかその10人いるから10種類だったりとか。なるほどなるほど。何せ突然なんで、そうですね。ちょっとお時間いただいてご検討をさせていただけると、もう前向きに考えますんで。ありがとうございます。結果は近日発表。